<laughs> はい、本日はお越しいただきましてありがとうございます機械伯爵役佐藤隆二と申します、えー、機械の体ということで、えー、本日は無表情無感情無ボケ無ツッコミそういった感じで進行してまいりますのでよろしくお願いいたしますありがとうございます <laughs> <laughs>、えー あの原作に忠実でありながらより良いものを作っていこうという思いが伝わってくるような無機質でラグジュアリーなデザインの衣装を着させてもらったんですが反動といいますか通気性がゼロということで,ですね保温性抜群の衣装になっておりましてですねしかし私機械の体だったりしたりしますんであの汗をかいては。 よろしくないのかなという思いがあり信徒を滅却せねばいかんなという話でしたね。<laughs> <laughs> えー、言わずと知れた「普及の名作」ということで私から別に口に出さんでもおすすめせんでも、えー、皆さん魅力は十二分に知ってらっしゃると思うので一つだけ言えることはあの本当にあの俺,俺を見に来ていただきたいなって。 その一心 <laughs> よろしくお願いしますありがとうございます